こんにちは、スイカです。これ、残りの数少ないけど、これね、活躍しなかったやつまた増えますからね。そこだけ気をつけてください。まあ、さておき、今回強カルパーティー、揃いましたね。もう、だいぶ数が少なくなると、どうしてもこうなってしまうよな。まあ、キングドラがいるんで、蛍光あたりダメ降らして、まあ、蛍光グドラみたいな、アメパ構築作るまりですね。で、キララッパもいるんで、これで追い風使って、アゴジムシやハーディアヨテにも、活躍させる見込みができるんじゃないかなと思います。ということで、早速これ踏まえて、型紹介していきます。じゃあ早速、型紹介をしていきます。今回なんですけども、まあ、蛍光棒で、追い風と雨乞いをね、丁寧に全部覚えるってことで、まあ、こいつが意外と要になってくるんですよね。で、雨乞いをしたら、この、キングドラがスイスイなんで、そこから上から縛いていこうっていうね、まあ、トノグドラとか、昔の化石パーティーがあったんですけども、ケイグドラでね、攻めていこうかなと思っております。で、ハーデリアはね、レンジャー覚えるんで、これで、ヨーティーとかも、上からね、縛いていけたらいいかなと。まあ、アゴジムシも同様にっていう感じで。まあ、ケイコーの追い風で攻めるか、ハーデリアのレンジャーから攻めていくかっていう感じです。で、キララッパは今回、こだわりスカーフも出して、まあ、ラス1枠の余った枠で、まあ、残飯処理係か、初手から出していくかで考えております。ということで、以上を踏まえまして、早速レートに潜っていこうかなと思います。これなんて読むんだウクエダさん、ウクエダさんってことにしとこうか。よろしくお願いします。あ、もしかしたら UQ 上田さんっていうのはもう UQ モバイルの回し物かもしれないな。ちなみに皆さん、あのポケット Wi-Fi ってどうなんですか。僕は iPad とかに伝わってるんですけど、毎回テザリング、キャリアのさ、テザリングでやってるんですけど、やっぱりさ、キャリアのテザリングよりもこういう SIM 系のさ、こういうポケット Wi-Fi の方が回線速度強いんですか。その辺がよくわからないんで、有識者の方教えていただけると大変嬉しいです。で、早速出し負けしましたねなんかカバルドンか、あ、カバルドンじゃないわ、カプテテフか海流あたりが来るかなって思ったんですけど、まさかの先発からこいつ来ましたね。まあ、これはもうどうしようもないちょっとケララッパは残念ながら次回以降の活躍になりそうですね。さあ、11月も刻一刻と近づいているような気がしますが、まあ、これ今動画をね、撮影してる頃がだいたい11月末ぐらいなんで、まあ、これが10月末に投稿されていたら、10月末に撮影してるから、もういいですね、もう。紛らわしかって言ったわ。さあ、それはさておき、このね、防御特防を下げたところが大きいですね。さあ、こっから、攻めに転じましょう。蛍光棒いきます。まあ、言うて、タスキ持ってるからあまりいないんですけど、こっから雨戦術に変えていって、まあ、狙いとしては、おそらく、まあ、誰が来てもかな。まあ、ちょっとカプテテフはしんどいけど、他はどうにかありますね。うん、オッケー、いいですね。で、雨を降らして、トノグドラ、トノグドラじゃない。キングドラで、雨降らして、あと勝ちですね、もう。まあ、こういう、ね、実況者パパーティーみたいな、もう、いよいよ、見なくなっちゃいますね、本当に。まあ、まだ8代になって、新実況者パみたいなのが完成するんだろうけどさ。OK、蛍光はこれよく頑張ってくれました。さあ、ここから、まあ、防御はね、半分ぐらい下がってるんで、さすがにキングドラでハイドロポンプで倒せるはずだし、相手受け足効かないんで、まあ、ここは特に、これといった問題は、ないんじゃないかなと思います。さあ、こっから反撃といきましょうか。この感じやったら多分な、海竜とカプーコケコかカプーテテフあたり、まあ、右列3匹ですね。このどれかの中で2匹が出てくる感じだと思うんですよ。キノガスは初手から出てこなかったから、多分考えにくい。で、カメックスはメガ枠だから、まあ、出てこないって考えたら、キングドラ、凍らせて、ここ凍らして勝ち頼むわ。え、あお前え、そんなことあるあれ、いや、まだ対戦終わってないから。あ、偉い先生の爪木逃がしたってよ、テロリストやんけ相手なやこいつ。まあ、これちょっといい感じで雨上がっちゃったな。これ
コケコやったらまだ勝てるんか。あーこれこれさ、上取っててもハイドロポンプ Z で倒せるかっていうと割と怪しいんだよな。しんどくない？まあかけるところまでかけときましょうか。まあそうなるよな。いやー、先生の爪切り逃すさに負けるとは、低レートも捨てがたいものですね。なんやこのパーティー。小魚さん通りつきましたね。まあレートの最下層まで来ると、まあ、こういうパーティーがね、うよよと出てくるんですよ。まあ、相手が小魚と来るんであれば、やっぱりヨーテリー・ハーデリア一族、そして虫界の、アゴ界の王、アゴジムシ。この3匹で勝負をしていこうと思います。よろしくお願いします。戦い方としましては、この小魚たち非常に素早さが高いので、相手の素早さを削るために電磁波をばらまいてからヨーテリーとかアゴジムシで攻めていく、この戦い方でやっていこうかなと思います。さあヒンバスはここは電磁波を巻きたいところ、こいつが一番何でもできますからね。なんかヒンバスさん結構必死さを感じますね。ただこれね、毒々ちょっとめんどくさいね。あーちょっとあれはきつい。あれヒンバスってさ、身代わり覚えたっけ。まあいいや、電磁波打ちます。でここなんですけど、電磁波すかされたんで、守る持ってるってことは多分相手ね、ここ多分ハーデリア毒ダメージ稼いでいかないと倒すことが難しいと思うんですよね。ここ岩石封じでいきます。おそらくですがシビシラスが来る可能性が高い。うんぽいね。来ましたね。オッケーオッケー、ここまで読み通りで、シビシラス、まあ、素早さ下げてしまえば、まあ、あとはこっちのもんですよ。あの確かシビシラスってね、最速にしても50族ぐらいだった気がするんですよ。だからおそらくヨーテリーで抜かせる可能性が高い。まあ、ゴジムシでもいいんですけど、ちょっとシビシラスね、意外と硬いんで、ここはヨーテリーで行きます。で、それでまあギガインパクト Z を覚え持ってるんで、それでギガインパクト Z して、まあ、ちょろちょろしてる雑魚をね、倒していけるとよしかなって感じ。ちょ、ここま引いてくれたら困るな。え、強っ！え、いやでもガンプー入ってるから絶対抜かせる。ここ Z 切りました。え、シビシラスって、え、シラスってそんな火力あんの？皆さんびっくりしましたね。シビシラスって、あの、チャージビームをしてから、あの、高い特攻で、高くない特攻なんですけど、特攻を上げてから倒していくっていうのはデフォルトなんですけど、まあ、その中でもう一つ物理派閥っていうのがあって、多分このシビシラスは、こだわりハチマキ持ってた感じの方っぽいですね。こんなさ、明らかに弱そうな見た目してんのに、この進化前の種ポケモンに7割入るって思うと結構ゾッとしますね。カンディルみたい。おわっここはね、ハーデリアでいいですね。ハーデリアで一回角入れてから、これであの多分相手確実に電磁波入れることができるんで、それで、あとはコイキングを、ヨーテリーとアゴジムシで倒していく感じがいいのかなと。それは耐えるかな？オッケーオッケーオッケー。これはね、全然大丈夫ですよ。あの、ノーマル Z の、ZEY とか Z 跳ねるがやばかったんですけど、この感じだったら、まあめちゃくちゃ必死な顔してますけど、まあうちのハーデリアは、物流受け、追加して気持ちなんで、まあ、魚がね、犬に勝つことは到底叶わないですよ。まあ、この程度と。なんか、このダメージ数を見ると、本当に虚しくなってくるな。ここは、デンジャーで。お、これ、うまいですね。ここでヒンバスが、お、なんで当たれへんで、お前。おかしいやろ。まあ、電磁波します。お前、それはねえねえ。何このヒンバス、粉持ってそうやな。うわぁ、これ確信犯やわ。絶対に粉持ってるわ、これ。
粉を持ってると見て間違いないと思います。さすがにね、電磁波当たらなすぎ、これはおかしい。オッケー、まあ、ここまでしてくれたら、まあ、あとはね全然大丈夫ですよ。まあ、ここはハーデリアはまだ温存しとく価値があるので、まだ残しておきます。でヨーテリーがいらないんで、ヨーテリー切って、そっから、まあ、ヨーテリー、まあどうなんやろな、まあ、多分ここ何かしらで守るとかしてくると思うんですよ、ここ強やばい、相手にちょっと読みに翻弄されてるな、これめちゃくちゃ翻弄されてんねん。相手の方が見れる高くないか、その気がして仕方がないんだが、まあ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 、まだね、独独で守られてもまだね耐えますよ。で、まあここアイドボルトがね、まあ、いいダメージ入るんで、それにカゴジムシ出して飛び跳ねが繰り読みでハーディリアに交代して、威嚇で攻撃下げてアゴジムシで倒していく。まあ、これが、え、なんでないのお前。いや、ちゃう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 。うせやろお前。硬すぎ、笑うたやねんけど。最近の魚って打たれ強いですね、ほんとに。そこら辺のさ、生っちょろい御三家よりもこしたの強いじゃん。おー。まあ、皆さん、このね、下のね、最下層に行くと、ね、本当に、まだ見る可能性というのを、ここでね、見ることができるんですよ。さあ、コイキングはですね、ちょっとね、アゴジムシ、本当に耐久が結構わからないんで、まあ、ここ飛び跳ねるで多分透かしてくると思うんで、ここ一回威嚇を入れてから、安全圏に持って行って、電磁波持って、相手も切らせて、アゴジムシが、動かしやすくよするようにするような感じで攻めていけたらいいかなと思います。 OK、 ちょっとろれつが回ってませんが許してください。さあ、ここはもう相手の方が早いんで、まあ着地してきたところを、まあ、電磁波でこの通り攻撃も素早さも、まあ、非状態させたら攻撃キングよりも早く動くことができるんで、ごめん前言撤回、ガンプにします。あの、ガンプーでも、で、ガンプーの方が命中率高いし、あの、ガンプーで一回でも素早く下げることできたら、あの、アゴジムシ抜かせるんで、これでいきます。結構暗いね。この急所でかいぞ。オッケー、まあ、ハーデリアは十分、仕事してくれましたね。さあ、犬っころがね、もう頑張ってくれた後はね、この弱者たちの戦いですよ。これが、レーティングバトルか。本当になんか、あれやね。格差社会って感じやな、本当に。この世の闇を縮図した世界、それがポケモンバトルです。